ここがね、でここが強く出したいんだけど、ちょっとカスってなっちゃった。お疲れですか。糖分が足りていません。お菓子食べてください。頭がボサボサ。頭が。耳を澄ませばたくさんの命の光あふるる いつか夢から覚めた時この世界がまだあるならあの日の約束をたとえ何かになれなくても月の光は白く柔らかく道を照らして誰にも気づかれぬよう息をしたあの子が呼んでるあいうえおにごっこ指切り玄満かきくけ声がすり花一文目さしすせ相談しましょうあガラスのお部屋にまた夜が来たあもしもしパン集中で、はい3回までですよね。じゃあ行きます。赤い目玉のちょっとダメだね。ちょっと一回水分を補給していいですか。なんかあまり頑張って歌わない方がいいと思う。うん、梅雨と霜と落とす
最後の行がダメだったんじゃない、うん、北海です。どうも、あさっちゃんです。今日は黒色すみれさんのスタジオに来ております。これからゆかさんの歌入れがあるそうで、ちょっと行ってみましょう。ててててて、コン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 。あ、リリースさんもいますね。どうもどうも、おはようございます。昨日はね、ここのスタジオに泊まったリリースです。はい、さてさてさて、どうもゆかさん、おはようございます。ちょっとピンボケしてますね。あれ、あ、ダメ、あ、また焦点が合わないね。ビューティーね、合わないんだよね。あ、近づけば、あ、今あった。今あった。これ大丈夫？アップすぎない？アップすぎない？結構アップだけど、ビューティーだから。大丈夫？うん、大丈夫。ちょっと下がるとライトが当たるかな？じゃあここは切っといてもらって。切っといてもらって。私の、はい、ゆかちんのレコーディングの時の、はい、必需品をご紹介します。はい、まず、推しの写真。ドーン、シュガさん。そして推しが増えました。はい。ストレイキッズのリノさん、そして、呪物界のプリンス早瀬さんに田中さん見守っていますね。見守っています。推したちに見守られて、アドレナリンを放出してレコーディングをしております。はい、イエーイ、イエーイ、頑張ってくださいね。頑張ります。バキッとして、なんかこう、そう、すごいやと思って若々しい元気の得意曲得意曲うん、ドヤドヤバイオリンの音をすっごい下げてもらってもいいですか。ちょこちょこ直したいですけど、 A1 でアマリリスの庭で泣いていたねだけやってもいいですか。細かく直していってもいいですか。
別ゲスト佐藤ふくろうさんでーす。ありがとうふーちゃん。こちらこそ嬉しいよ、参加してもらって。今日は、魔法使い役でシュガシュガシュプディに声を入れてもらいます。魔法かけちゃうよ。あ、よろしくお願いします。シュガシュガシュプディシュプディーふーちゃん、あのおばあちゃんバージョンで3つぐらいくれますか今から。シュガシュガシュプディシュプディだらシュガシュガシュプディシュプディだらシュガシュガシュプディシュプディだらOKです、OKです。いい感じ。幸せになりたいのみんなそうでしょ。こんなにもこの人生振り回されて、神様はお仕事で忙しいから、自分のことは自分で助けなくちゃ。お金が欲しい、好きを伝えたい、どんな願いも叶う魔法の言葉。はい、いい感じです。甘いなーからやります。甘いなーしょっぱいなーシュガシュガシュプディララ、これさえ唱えりゃ楽になるシュガシュガシュプディララ。甘いなーしょっぱいなーシュガシュガシュプディララ、子供の頃から知ってるシュガシュガシュプディララ、さあ声あげよさん。アコーディオンだけください。他の音全部ほぼ下げちゃっていいです。なんか分厚すぎて聞こえないんですよ、アコーディオンが。最後の一発いらないかも。はい、 OK です。イエーイ、イエーイ。はい、 B2 に行きまーす。みんなでかくれんぼして、知らない誰かに傷つけられるから、誰にも見えない友達が君を守る。できるんですが、ちょっと H と B1 やっぱり通して撮ります。はい、ちょっとテンションが変わっちゃうんで。夕闇迫る公園で
みんなでかくれんぼして、知らない誰かに傷つけられるから、誰にも見えない友達が君を守る。本当は怖いから、もうこれ以上触れなくてもいいのに、熱に浮かされた手を伸ばせば、暗闇の中見えない闇が見える。すいません、 B1 からお願いします。はい、じゃ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 ーん、なんとなんとゆかちんの歌入りが終わりました。おめでとうございます。終了。どうですか？まあ予定通り普通に終わりました、はい、あとはサチドンさんが頑張って、1曲目の SE を取ります。はい、ファイティン。もう震えてる、水が。開かれました。ダーッと流していくんで、はい、これ好きとか言ってってもらえば、その都度チェックしていくんで、はい、そんな感じですね。ちょっと斜めに入れたらドッパーンみたいな、なんかランダムに行く感じがして面白かった。こちらを見つめている。やわい翼をはむ悪魔よ、心ない言葉の葉を突き立てた痛ましい友よ、時は巡り一つになろうというのか。あ、泣いちゃう素晴らしい、ふーちゃん。そう、全然わからなかったけど、あら、あらが、みたいな。リリスちゃん、何聞いてるの？あのね、さっきね、リリスが叩いた太鼓の音、とってもいい音よ。あとね、今日ね、リリスの横に変なものがいるの、今日。誰だろ、この子。誰？ドラえもん？あなた、ウサちゃんなの？ユリの初期型とは違うみたいだけど。もしかして呪物じゃない、あなた。